モニッコ初級講座始まるにゃ。こんにちは、モニッコです。今回はトランジションを便利に活用する方法、こちらを解説してみたいと思います。トランジションというのは基本的に動画と動画のつなぎ目をこう綺麗につながせるためのですね、機能ではありますけれども、これを使うとですね、いくつかこう応用で面白い効果ができますのでね。まず一つはテキストですね。文字を適当に打ちます。こんな感じでモニモニと打ちました。で、これですね、トランジションのこのサイドというトランジション、こちらを適用してみますね。この先頭側に入れます。そうするとわかりますが、以前もちょっと紹介しましたけれども、カラオケ文字のようなですね、まあ、こんな効果が実はできます。ではですね、一旦効果を戻して、こちらをですね、コントロール C でコピーして、コピーした側の文字をですね、これ白にしてみましょう。で、ここで文字自体をフェードインフェードアウトかけます。で、通常ですとね、この文字自体のフェードインフェードアウト、ただ色が変わるだけなんですけども、ここに先ほどのですね、このサイドというフェードインフェードアウトを入れてあげると、以前にもやったようなこのカラオケ文字のようなテキストの色が変わる、こういったものが作れます。で、これもタイミングとか、このフェードインフェードアウトの長さで、実際に歌を歌っている時などにですね、この音声とこうタイミングなど簡単に取ることができます。これフェードインフェードアウトで簡単にできますのでね、以前に紹介した方法と、まあ、合わせてですね、こう試してみてください。では、もう一つ、次にこのトランジションを活用する方法としては、グラフのアニメーションなどをですね、作るということですね。まずはですね、今使ったこのスライドの機能を使ってみましょう。ということで、この単色のこちら黄色、こちらをオーバーレイに置きます。この状態で大きさを調整します。1はこのままでいいと思います。そして同じくこれをコントロール C でコピーします。ちょっと2個できちゃいましたね。で、こちらダブルクリックして、2個目の方ですね、色を黄色にしましょうかね。で、これもですね、同じように、先ほどと同じようにこんな感じで食い込ませてトランジションをかけます。で、トランジションの効果を先ほどと一緒のサイドですね、これを入れます。これで OK です。こうすると、こう棒グラフがくーっとこう変わっていくようなアニメーションができます。で、これ途中でこの位置で固定したいなんていう時は、まず固定した位置でここにマーカーを打ちます。これは後で位置合わせするためですね。で、この状態でですね、編集から静止画として保存をこちらを押します。そうするとこの状態の静止画ができるので、で、こちらをオーバーレイに置きたいんですけど、ちょっと私ミスっちゃいましたね。先ほどのこのグラフは2段目に置きますね。で、今作った静止画を1回こちらビデオのトラックに置いて、そして上に重ねます。で、このスタート位置ですねをこちらのマーカーのところに合わせると、グラフがニューッと変わっていって、この場でずっと固定されるという、まあ、こういったアニメーションが作れます。簡単ですよね。これでグラフアニメーション、文字などを入れたりしてグラフアニメーションが作れます。で、もう一つはですね、円グラフですね。これもやり方は全く一緒です。こちらはですね、あらかじめこういった円の画像をですね、2つ色違いで用意しておくといいと思います。同じように食い込ませて、そしてこちらはトランジションのですね、このスイープというのを選びます。で、スイープをこのトランジションのところに置くと、こんな感じで、ニューッと、円グラフが出来上がりました。で、こちらも先ほどと同じなので、まあ、先ほどのこのマーカーのところに固定して、まあ、これで静止画として保存。これを押します。そうすると静止画が出来上がったので、一旦ビデオトラックに置いて、それから、位置を合わせます。これで OK です。そうすると
ニューッとアニメーションが動いて、あと固定されるという感じの、まあ、グラフアニメーションが出来上がりました。ということでですね、このフェードインフェードアウトの活用でちょっと変わったですね、アニメーションなども作れます。アイデア次第ですのでね、ぜひ試してください。今回はここまでになります。バイバイ。また見れば？